1540年のヨーロッパ干ばつはヨーロッパにとって異常気象であった。多くの国気工学的な分析により、この干ばつの時の気温と降水量が再構築され、現代の状況と比較されている。ベター・エトーによる歴史的な気候データの基礎的な分析により、11ヶ月にわたりヨーロッパではほとんど降水がなく、 限定的な干ばつであったかもしれないことが導かれた。しかし、年輪年代学による追加の基礎的なデータから、バンガンへ通るはこれらの結論に疑問を呈し、この異常気象の記録は守られ続けるようなものではなかったと結論した。この干ばつは、アゾレス高気圧が平年よりかなり北東に張り出したことで発生したと考えられている。このような気圧配置になると、 高気圧の東側に、高域や低温域が出現することが知られており、この年も、現在のロシア西部では寒く、洪水が頻発したとの記録が残っている。干ばずは、アフリカのモロッコやリビアの一部にまで及んだ。ビルツブルグ州立ワイナリーにあるスウェーデンファースは、1000年に一度のワインである1540年のワインを貯蔵するために、建設された。新聞のインタビューで、 スイスの歴史学者、クリスチャン・フィスターが描写したところによれば、干ばつはイタリア北部で始まり、冬だというのに7月のような暑さに見舞われた。1539年10月から1540年4月上旬までは雨が一滴も降らず、その後に干ばつは北に広がった。11ヶ月にわたり、降雨はなかったと言っても良いほど少なく、 気温は20世紀の標準的な値より5摂氏7度高かった。イングランドでは7月10日頃から10月18日まで、ボヘミアのローニでは5月26日から8月8日を除き10月13日まで雨が降らなかった夏の気温は多くの場所で摂氏40度を上回ったと考えられている。当時の記録には暑さは我慢の限界を超えているとある。ヨーロッパでは 多くの木々が燃え、その時に発せられた息苦しい灰が太陽の光を遮ったが、1540年の夏には雷雨は一度も報告されなかった。5月の時点ですでに水は乏しいものになっており、井戸水や湧き水も干上がった。水車は動かず、人々は飢え、動物たちは屠殺された。7月になると燃え残った炭のような暑さに見舞われ、 教会では祈りが始まり、ライン側、エルベ側、セーヌ川は干からび、足を濡らさずに横断することができるようになった。水が残っていた場所では、暖かい水が緑色に変色しており、死んだ魚がへたばって浮き上がっているのが確認された。ボーデン湖の水位は記録的に低くなり、リンダウは実際に本土と陸続きになった。まもなくすると、表面の水は完全に蒸発し、 土には割れ目ができた。中には足がすっぽり入ってしまうほど幅の広い乾いた割れ目もあった。高温は12月まで続き、年末でも水温は泳ぐには少し冷たい程度だった。アルザス地方では果物の花が2回咲き、リンダウでは2回目のサクランボウの収穫が実際に可能になるほどにまで至った。ボーデン湖ではたちまちワインが水よりも安くなり、 リモージュのワイナリーからは、炒められたブドウが収穫された。このようなブドウから作られたワインは、シェリーのようなものになり、人々はそれを一気に飲んだ。ワインの収穫時期も、例年より数週間早かった。ハンミュンデンからは、1540年にクベステンベルクのワイナリーで製造された公尺のワインが、いかに素晴らしく、国外のものより優れていたかを解説したものが、発見されている。 スイスにあるゴールディビル村の人々は毎日標高にして500メートルほどの自暴自棄的な上り下りをただトゥーンコに残っている損数配分の水を汲むためだけに繰り返した。この干ばつに伴い50万人が犠牲になったと推測されているがそのほとんどが下痢によるものだったと考えられている。オースエトールは 1540年の夏の平均気温は1966年から2015年の平均より高く20%の確率で2003年の熱波の時の気温をも上回っていたと結論付けた。ありがとうございます。